過償却っていう概念がないですから、学校とか公民館なんかでもひびが入ってたら直さないといけない、雨漏りがしてたら直さないといけない、こう定期的にきちっと点検してっていう感覚がないですから、ですからそういう意味ではその住民にとってもこの、まあ、ある種の危険があるかもしれない。でさらに、まあ、人口変動があったり、あるいはその住民のニーズが変わったり、耐震化といろんなものがあるわけですから、このぜひ公共施設、まあ、施設仕分けと言ってもいいかもわからないですけれども、その公共施設についてですね、こちらでやられてる、やられてきた事業仕分けなり、あるいはこの事業レビューと同じようにシート化して、どこの施設はそのどんな状況だ、利用状況はどうなんだ、周りには民間のこんな施設がある、それでその上でこれをどうするかということをぜひシート化して、これも住民が参加できるように、シート化すればやはりその文章で長々と書くよりは住民にとって分かりやすいですから、そうやって具体的なこの、まあ、公共施設の整理じゃないんでしょうね、最適化っていうのをぜひ図っていっていただきたいなと思います。すいません、長くなりました。寺田さん、冒頭にご説明いただきましたが、何か気になっていますか、あるいは小田倉さんの言ったところで何かお聞きになればと思いますか。それでは今日発言の機会がないと思うんですから、せっかく発言させていただけるんですから、私の意見としましては、資料3のですね、最後のところにあります23年度の文化庁委員会の意見書に大体網羅されていますので、これかなり組み込まれてですね、非常に、まあ、資料なり方法出てるなというふうに思っています。ただここにですね、書かれていないこととしてですね、一つですね、うちの国の自立の実現という形でですね、大きな目標が掲げられていることですけれども、この自立って一体何だろうか、これはですね、やはり私は、まあ、今福祉の問題とかいろいろやってましてですね、とか自立という言葉が法律の中に組み込まれているのは障害者に関する法律と、それから各地域に関する法律もそうなんですね。だから今までですね、国とか行政とか他人にですね、べったり依存していて、それは人間としての尊厳もですね、じゃないだろうと。だからそれではですね、そういうところからいかに自立を促すかと。だからそういう意味ではですね、自立っていうのは、まあ、自己責任だとか自助努力っていうものがですね、非常に必要とされると。まあ、そういう点ではですね、この福祉 の戦略のですね、最初にあります福祉の国市民としての自立というですね、その時にが戦略1のですね、下で開かれた県政の推進だけになっているのですからね、もう少し市民としての自立、すなわち自己責任なり自助努力を支援するですね、そういう項目っていうのがですね、やはり一つ必要ではないのかなというふうに思います。それからもう一つですね、これはもう以前から申し上げているんですけども、静岡県のですね、いわば基礎自治体への権限移譲というものが評価するわけですけれども、ただですね、広域自治体としての静岡県の独自の役割、さらに言うと道州制に移行した場合もですね、州政府に積極的に引き継がれるような政策とか事業というものをですね、積極的に見つけて開拓するんじゃないかと、まあ、その点でですね、どうも私これまで見てますと、まあ、自己否定型の文献だって言ってるんですけども、県の権限をですね、下ろすことばかりに中心になってですね、県としての広域的なんですね、機能というものを積極的に見つけていこうというものがちょっと弱かったんです。さらに言いますとですね、静岡県内、まあ、政令指定都市2つ行きましたけれども、地方拠点型の政令指定ですね、過疎の農産村も含めたですね、いわば大都市ではない地方拠点型の政令指定ですよね。そうするとですね、いわば過疎の農産村と、それから都市近郊の住宅地と中心市街地という全く地域性の異なる3つの地域が
同じ行政区域の中に含まれている。そのことによってですね、いろんな混乱もできているんですね。そして中山間地というとですね、これは今行政区域を超えて合理的に横に言えば表示体を超えて横に広がっているんですね。でそういうものの中でですね、県としての大石田市の県の役割というのがあるんじゃないかと。まあそこら辺もですね、もう少し踏み込んで言えば書けないかなということと、それからですね、まあ、第30次 の地方制度調査会の中での議論がこうなんですけども、27次の地方制度調査会の中でですね、住民自治というものが取り上げられて、都市内分権、域内分権というものがかなり強調されたと思うんですよね。で静岡県内は先に言いましたけどですね、合併以降ですね、そういう3つの異なる地域というものをどううまくいってか、それからさらに、いわば市民との共同ということにあるとですね、さらに住民自治という、先ほど松田委員が言われているんですね、住民自治をもっとですね、強める必要があるという点で、まあ、都市内分権、域内分権というものがですね、もう少し定義されてもいいんじゃないかろうかと。ただこれはですね、前の知事の時代にちょっとそういう研究会を作って、私も入って調査をしたんですけれども、でも静岡県内の基礎自治体はですね、そういうことに対してはあまり関心がないというか、意欲がないというか、ただですね、将来のことを考えるとですね、もう少し住民自治というものをですね、強めるという方向が出せないかなというと、まあ、以上、私が今考えたところです。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、2回目なんで、やっぱり総合計画の中に位置づけられたこう分野別計画としてのこの、行革なんで、まあ、その少しテクニカルなことを申し上げますが、一つはさっきちょっと触れませんでしたが、中で例の財政的な臨時財政対策債、知事お話の特例債ですね、この問題があるんですね。でもう臨時と言いながらもう10年以上も続いていて、実際に臨時でなくなっている、恒久的になりつつ、各自治体全てがどこもこの問題で悩んでいる、困っている。で正確に県民あるいは市民の皆さん方に財政の基本的な状況というのは伝わらないような感じなんですね。やっぱ借金ですから不安は終わりでしょうけども、しかし国が交付税を配れないことによる代替措置ということなので、ですから今日ここにおられる方の中でもこの臨時財政対策債の性格をおそらくプロでもなかなか説明しきれない状況なので、やっぱり資料の中でこの問題をきちんと臨時財政対策債の性格ってどういうものだということでですね、それが伝わるようなことを常にこう書いておくというのが大事なことが一つと、それからやっぱりこれからの問題としてここまで増えてきて、静岡県でも先ほどざっくりした場合も相当何千億だったんですよね、8億ぐらい、9000、やがてはこの調子でいくと1兆超えるぐらいのですね形になりますので、単に静岡だけの問題ではございませんから、自治体が全てこの問題について、あれなんですよね、財務省とかそっちの交付税が配られない話じゃなくて、これ大体総務省と一緒になってですね、この存在を許している問題なので、やっぱり地方自治体がこの問題について本気になって問題提起をしていくという必要があるんではないかと。やっぱり県債発行をコントロールしたいんですが、これ今のところこれを避けると実際には予算を成立させられないと思いますね。やっぱりもっと声を大にしてこの所在問題の在りかというのを発見させる必要があると思います。もう一つ、これもさらにテクニカルな問題でありますが、行政改革をやると必ず行革担当課あるいは経営管理部長さんとか行政改革課長さんとかいますが、そこの担当課とそれから事業課との県庁内の攻防戦みたいにだんだんだんなってきてですね、お二人わけおられますけど、職員の多くの皆様だからこれ話すと冷ややかな目線を見られてね、なんかそういう話にだん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 なってくると思うんですよね。でやっぱりこう他の方の話がありました。この行革はとにかくやっぱ大義が大事なので、行革の大義が何なのか、これは知事さんが答えることにおっしゃると思うんですけれども、とてもやっぱり知事さんは外に発信することがやっぱ主ですから、県庁内は部長さん課長さんが相当何回も何回も走り回って、それで職員の皆さん方にこれを大義を解いてもらうような協力できて、だん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 こう冷戦状態になっていくんですね。特にいわゆる出先機関の職員の現場の人たちほどやっぱりこれに対して距離感があってですね、知事部局ならまだしない。ですからそこをやるときは担当する皆様が本当によく
体験を解いてもらうということで、その上で県庁内で処理できない問題はこれからかなり大きくなってくると思うので、民間や NPO との役割分担とか英語をどう構築するかを一生懸命やられるということになるんですが、あともう一つ、行革をするために新たに何かの書類を作成するとか仕事を増やすとか、これだけは絶対避けないとですね、もうそれだけで後ろ向きになってしまいますので、その応じてやっぱりありがちなんですよ。どうしても公共施設全体を把握しようとすると、そのために施設ごとにいろんな資料を作る、これ基礎資料はしょうがないんですが、ただ行革のために新たな資料作りをしなくちゃいけないとか、それはもう急に避けるということがやっぱり大事だと思うんですね。これは担当今に関わってよく考える必要があると思います。ありがとうございました。一当たりご意見を回答いたしきりました。大変貴重なご意見で、本当に有益なご意見ありがとうございました。ここで資料の4であります戦力というのは1、2、3、これは大体皆さんのご考えを受け止まっていますと、大きな枠組みとしては大体この方向で、あと中をどういうふうにしていくかということであろうかというふうに感じており、あるいはまたその表現の仕方をどうするかとか、あとということだと思います。川崎知事のやってらっしゃる、川のミックスですかね、これをどのように肉付けをしていくかということだと思うんですが、皆さんのお話を聞いて感じますことは、今までやっているところを改革をするというか前進をするという問題が一つと、もう一つは、段階的というか革命的というか、構造的に非常に変革をしているところのものを川のミックスの中にどう入れ込んで、それを行財政に反映していくかということの問題の提起とがあったように思います。コーガバナンスというのが谷口先生のお話なんかもそうですが、やっぱり今までとかなりこの発想を違った形のものを考えていくということも一つに考えていく必要があるように思います。で、この富士の国の富士っていうのは、一つは成長、富と、もう一つは徳というか、志というか、こういう精神的な問題だというふうに思いますが、多分これから大きな流れとして見ると、私はやっぱりこの人間の価値というものをどう尊重していくのか、あるいはその人間の価値をいかに発揮していくのか、こういうことがこれからの困難な時代を乗り越えていくことであろうと、こういうふうに今感じています。冒頭知事からも出生率の上昇についてのご感想を受け止まりましたし、委員の方からもそういうご発言がありました。またもちろん高齢者問題というのは対応しなければいけませんが、もっとこの新しい富士の国というか富士の国の新しさをどういうふうに追い込んでいくかということも、行財政の深層的な中ではやっぱりある程度の合意があって、それを行財政に反映していくという、そういうことが非常に大事だというふうに思います。多分これから、この富士の国で、いろいろ仕事をしたい、じゃあこれからどういうふうに考えていくのか、それからあまり今日はご発言がありませんでしたが、これからグローバリズム、グローバリゼーションの時代で、これは父も非常に対外関係を力を入れていらっしゃいますが、一体対外関係をどういうふうにしていくのか、交流、海外外との交流をどうしていくのか、そしてまた人材の話もありましたが、内外の人材の交流をどういうふうにしていくかというようなことも、よりこれから伸ばしていく上では重要になっています。昔、あるアメリカの経営者で、デジモニーという人がいましたけれども、同じ価値観の人の集団からは新しいものは生まれないと、こういうことですが、今イノベーションというのは非常に重要視されていますが、イノベーションをどのようにしやすい富士の国にするかということも念頭には置いた形で、そしてそれが富と志につながるようなことも考えていかなければいけないという、そんな感じをいたしております。今日は皆さん第1回でございましたので、本当に率直なご意見を受けたのがありましたが、ちょっと大きな流れはこの1、2、3の中に今日出たご意見の中を盛り込んで、それをさらにブラッシュアップして、そして、これをさらに、より
よりも、それからあんまり角が取れてしまうと面白くないので、やっぱり少し角があるぐらいな激しいものを盛り込んでいく、これも一つ大事なことかなというふうに思います。今までの発言でちょっと言い残したので、ぜひ言いたいことがございましたら、どうぞ。ちょっとさ、最初に。官民の人材交流ってやつ国はやってまして、私のおりました今の経産省、今瞬間で50何人民間企業の本社の部長さんからされています。商社にも出てるし、メーカーにも出てるし、電気会社にも出てますし、銀行も。これが後半見てると大変役に立っておりまして、これは地方自治体でも当然できることなんだと理解しておりますけれども、ぜひこれは活用していただくと、私どもにとっても挙手的な見方もできる方、一人入っていただくとですね、横座効果で4000人が変わるんですよ。これは県の場合では戻られた時に同じ効果が終わりになると思って、これはぜひやっていただきたいと思います。その受け皿は積極的に作りたいと思っているんですけども、ちょっと反対で申し上げますと、この件についてお話しします。他に何かそういう具体的な予定がございましたら、代表も少し聞いてもらいたいです。では、どうぞ。すみません、大きな話なんですけれども、自動化県のためのこの改革ではあるんですけれども、そこに生活している私たちは、その県民でもあるけれども、市民でもあったり、町民でもあったりする、その2つないし3つ その立場があるということをぜひ忘れないようにしていただきたいです。つまり連携していただきたいなと思っています。この中にも権限を譲渡、なんで譲渡じゃないですね、下ろしていったりとか、見守る体制を作るというようなことが入っているんですけれども、ぜひその点を連携しつつ、その生活者の視点で来ていただければなと思います。特に行財政の改革なので効率を求められるのは分かるんですけれども、そこに命があるということをぜひ、思っていただければと思います。どうぞ。かなり細かい具体的な話になるんですから、この大綱の中に入るものかどうかわからないんですが、ご参考にしていただければと思います。先ほど の増田委員の2回目のご発言に反対してたんですが、やっぱりお金を具体的にどうするかというのはすごく大事な問題です。それで、こんなことはもちろんない方がいいわけですけれども、やはり悪いことも想定はしといた方がいいと思います。で、どういう想定かといいますと、やはりどこかで金利が上がり、債券価格が一気に下がってということもあるかもからない。でそうなってくると、先ほど その特例債を含めたですね、それに対して国が面倒を見てくれるのかなと思ってたら、なかなかそうはいかないということになる恐れというのがあります。それから同時に債券価格が下がると、静岡の金融機関というのは押しなべて、かなりきっちりしたところが多いと思いますけれども、それでも地銀、信用金庫、信用組合あたりですと、そのいわゆる預貸率ですね、集めた預金に対する貸金の比率がもう3割、4割、5割、新金レベルですと本当に半分ぐらいしか地元で貸してないというのがあります。それは残りは何かというと債券で運用している。そういうところも債券価格が下がると、やはり中小企業、地元の地場企業に対するそのお金を貸し剥がしをするということも起こりうる。ですから県単位で見た場合に、民間レベルでも行政レベルでもその金融の逼迫っていうことが起こりうる。それをどうするかっていうのは、私はこの3の未来を考えてっていうところの、その自然災害の防災以上にひょっとして確率が高いかもしれない。ですから財政審の確か会長吉野先生からどなたかが、レベニューボンドっていうことに言及
していました。具体的にどうなのか、私もそこから先よくわからないですけれども、例えばそれ県レベルでいくとですね、いわゆるプロジェクトファイナンス的な、その国が全部借金して地方にも配る、あるいは県が全部借金していろんな事業に当てるというよりも、その物ごとにですね、確か青森とか茨城でそういう例があったと思います。これを作るのにこういう仕組みで集めようという、なるべくお金の使い方、集め方を小分けにしてリスクを分散してっていうような工夫も一つあるかもしれません。それから地元の金融機関の予対率、その国債なんか買う、あるいはどっか東京の大企業の債券を買うよりはですね、それを県の中で回す仕組みっていうのができないかということを地元のその経済界含めてこの考えて、なるべくこう県内で食べ物だけじゃなくて、お金も地産地消で、行くようにしておいた方がリスクは減らせるんじゃないかと思いました。ありがとうございました。まだまだ小発言が終わりかと思いますが、そろそろ予定の時間が迫ってまいりましたので、本日の討論はこの程度で終えたいと思います。新大綱の戦略につきましては、各委員のご意見やご提言を踏まえてさらなる改善を加えていくと、そのように考えております。また今回の検討内容を踏まえて、今後行財政改革推進委員会で個別の取り組み事項についてもご検討をいただきたいと思っております。これらの検討結果を踏まえて、今年の12月ごろに第2回の会議を開催をいたしまして、大綱案について議論を行ってまいりたいと思います。そんなことで本日大変貴重な、またご熱心なご論議をいただきまして本当にありがとうございました。それではよろしければ議員局の方に進行をお返しいたします。川瀬座長ありがとうございました。それでは閉会になりまして、川瀬知事からご挨拶を申し上げます。後時間になりまして、本当にありがとうございました。またさすがの委員先生、いわゆるローカルとナショナルといえばこうナショナルのレベルの、人々がいらしていることですね、聞き応えがあったということでございます。もう富士というのは2つならずと言いますでしょう。ですから、どのような方も大切だという姿勢でございます。要するに県民一人一人が誰かという当たり前のことですけれども、富士の国づくりは理念の基礎は富士山に求めていると、富士山の声なき声を聞くということでございます。富士を見て思うものを、我々はそれを、価値理念として富士の国を作り上げていくと、そのうちの一つは富を作るということ、それはしかし倫理が大切だということがあります。富の使い方が問われますので、そしてその富の使い方は2つならずと一人一人大切だと、福祉とも書きました。これは同期に出てきますけど、幸福のために使わねばならないというふうにも思っております。で今日はもう個別には相当これはすぐに使えるなというふうにもございまして、特に増田先生の岩手でなさっておられて、権限、世界の財源、人材をご一緒に移されておられてですね、大変見事な10年間のお仕事をなさったわけですが、なかなかそこまでは追いつきませんけれども、やはり人間性ですので、私の、なるほど、県議員の国で始めると、競争すればいいかと、これはこれが、上からうろこが落ちるような感じでですね、私自身は、県民一人一人ですが、370万はなかなか入りませんけれども、すでに1200回以上、直接話をするということで、ございます。そういうふうにして、おります。それから2番目にご発言をいただきましたが、徳田さんから PR のことを言われましたけどね、これテレビを見ない世代もいるけど、テレビを見る世代もいますので、私はもう新たなケーブルテレビの大ファンでございまして、はい、これはもっと見られる日が大事ですよね。ケーブルテレビはこれからスマホで見るのそういうことになりますんで、そういう形にしないと決まられますよね。ともあれ世代間で
ですね。違うこと活用してもらいたい。もう何しろ行政の世界も実業の世界も大成功された徳田さんのことでございます。スマホもきっと社会に入っているんだということだと思います。それから長谷川さんからも掃除して東部ね、それからまあ下中東で、これはもう言われる通りです。まとめていきます。そういうふうにしてまいります。それから谷口さんから言われましたの持続可能性ですね。それから SX、 これはもうFT も走るって前に言ってもそうですけれども、今あるものを新しく作るというよりももちろん整理しながらあるものを大切に長く使っていくという観点でやってまいりたいというふうに思っているかと思います。園田さん、また神谷さんから、子供のことが出てましたけれども、それは私の最大の関心事でありますので、それは女性ですね。その点は決して見失っておりません。園田さんから出ました市民ですね、あれをですね、富士の国市民代表って書いてたんですよ。でその市民は江戸時代的に言えば市民なんかしませんけども、農耕商を持って民兵と。しかし明治時代のですね、いろんな文献を見ますと市人と書いたり人士と書いたり、それからここに市民と書いて武士と平民という言い方もされますけども、立派な人々って言い方もしてるんですよ。でただね、これ市民と誰も読まない。ドミンと思ってたんですよ。なんで川勝はフィートクにドミン代表やってるんだって言われてですね、ちょっとこの言葉はそういう読み慣れない言葉なので変えなくちゃいかないなと最近思ったところ、そういうふうにズバッとしてきていただきましたですね、そうしていこうかなと思いながらもドミン代表でも別に悪くはないですけど、なんとなくお考えよくなっているので、まあ加藤委員からはいろいろと全体性改革、特にこれからはレビューということで、施設のレビューだとか事業を一つずつやっていきますので、今後ともよろしくご指導を賜りたいと思います。まあ、今日は行財政改革についてのご議論を中心にしておりましたけれども、まあ、全体は県民の県民による県民のためのマニフェスト、つまりもちろん参加者の全員ではありませんけれども、その代表の方々によってしっかり揉んでいただいて、でかつ常任委員会といいますか県議でも。しっかり持っていただいたものを総合計画として作り上げておりまして、でそしてそれは共同的なものではなくて、現状に応じて現実に応じて推定領域を常に洗い直しながらですね進めていくというふうにしておりまして、なんといっても基本的に民主主義です。一人一人が財源だと。それから元言われた地域前の話ですけど、これまさに加藤さんが先言われたことソ連の崩壊したときにエストラン、ラトビア、リトアニアは最初に何したかと、その通貨を作ったんです。要するにルーブルを使わないというところから始まりました。だから本当の自立はそこからしかできない。だけど一気になろうとすると大変な混乱が生じますので、しかしいろんな意味で 植物だけではなくてエネルギーも地産地消に。ですから地域マネー的な形でお金が回るようにですね、生きないで、それでこう大きな台風によって全部やられるということはないような、それはやっぱり考えざるを得ない状況に来ているというふうに思っています。臨財産についてはですね、非常に怒っております。ですから、これは何としてでも、総務省に影響力の強い増田先生、それから財務省出身の長谷川さんもいらっしゃるんでですね、そしてもう何といっても人材の宝庫であった経産省からは、福川さん、そして徳田さんという、すごい人がここに入ってられますんでですね、ぜひですね、今の臨財産の問題につきましては、お知恵を頂戴いたしまして、どういうふうにすれば、区域から逃れられることができるのか、我々はいくらやっても、どんどん不適定なものが1兆円の借金のに守れなくちゃならないということで苦しんでおりますので、何かよろしくご指導願いたいと思います。どうも本当にありがとうございました。質問の用意申し上げます。それでは。それでは以上をもちまして、富士の国行財政革新戦略会議を閉会いたします。